クエストの多かったキックフリップ苦手なやつついにやりまーす。で、まずキックフリップ苦手だからちゃんとしたキックフリップを見たい人は他の人のを見ましょう大事です。で、まずなんだろうな、まあ、苦手だけど乗れることはできるから、そのあれだね、まあ、今回のハウトゥーはもう乗れるようになろう的な乗り方、うん、をやろうと思います。で、まず前提にオーリーがしっかりできてること。オーリーがしっかりできてるっていうのは弾き足タイミングね、パーンとちゃんと飛べて前足もしっかり滑るような、これだね。ちょっと雑だったけど、でなんでこれが必要かっていうと、キックフリップはテールの弾きはオーリーと変わんないんだけど、前足がこうスッて飛ぶんだよね。で、前足が使えないでやっちゃうと使えちゃうじゃんもう使えるんだよ、慣れちゃうと。でも前足を使わないでフリップしようとこうなったり、こう板が無理やり回すだけだよ。そう、自分がなんつうんだ、こう板を回そうとしすぎて板が着地する前に自分がこう地面についちゃうことになるから、まあちゃんと前足を使い、オーリーで滑るようになったら、まあその延長線上みたいな感じなんだよね多分。で、まあそう、オーリーができること、ちゃんと前足を吸ってね、ノーズのところまで足が行けるようになってからやった方がいいかなと思います。で、まあキックフリップはこうテール叩いてオーリーはズズズズってやるんだけど、こっちに抜くレギュラーの人、グーフィーの人だったらこうだね、手前側に抜いてなります。で、まず最初の練習法、いきなり乗れって言っても難しいので、まずはこうスタンスはね、ほんと人それぞれで、まあ最初ちょっとこうつま先よりギリギリに乗って、立って回す練習、もう板がどこ行ってもいい、こうなってもいいし、こうなってもいいし、まずはしっかり弾いてちょっと板を回す練習が一番最初大事かなと思います。で、まあ、ちょっと板回せるよってなってきたら、できるだけ体の真下、乗らなくてもいいからこう下で回せるように、体の下、これがこうとかにならない、できるだけ真下で回せるように。で、その次が片足裏面キャッチ裏面キャッチでもいいから、てか裏面キャッチが最初理想かな、キャッチってか裏面で回っちゃう、こういう感じで片足降りちゃっててもいいから後ろ足だけ乗る。で、それができて、まあ、今度はこう前足に乗る。で、これが、まあね、前足も後ろ足も片足ずつ乗れるようになったら、最初から回して乗ろうとするんじゃなくて、裏面でいいから、こうやって、板の上に乗ってるっていうのが結構大事で。この
これで、これめっちゃ大事だと思う。裏面キャッチ、裏面キャッチっていうか板の上に裏でもいいからって乗る。でこれはなんで大事かっていうと、今板の上にこう両足乗れたじゃん、体ごと。これが板よりも先に足がついてないって証拠だから、片足しか乗れない練習の時こう先にね、ついちゃう、板がつく前に片足がもう降りちゃったりするから、まあある程度回せるようになってきたらこれだね。これを練習で慣れてきたら、これもね、慣れてきたら今度はこう回転を速くするために足の抜くスピードをプルンと、足の抜くスピードプルンとやってあげるとフリップが完成します。まあ、この前足が超大事で、ここの抜く方向、最初はこのキックの上がり出しぐらいをこう抜けばいいと思うんで、シューンとここにシュッて、これからで今半回転ぐらいでちょっと抜くところを深くしたりとかすると回ったりするします。なんで、まあ、大事なのはしっかり板の上にいることだから、そうだね、練習法、最初は回す、で回す練習しよう。で今度はそこから片足ずつでもいいから板の上に、例えばね、板が1回転しても片足乗る、こういう練習してって慣れてきたらちょっと、半回転とか何でもいいから板の上から落ちない、もうここまで来ればあとはプルンと。ここまで来ればプルンとね回せるようになります。でそうだね、あのキックフリップ走ってやるの、止まって練習するあれは最初はあんまないか、まあちょっとね最初怖いと思うけど、ゆっくりなスピードで行こう。で、こう回る、待って、回る練習。ちなみに今みたいにプリモになることもあるから気をつけて。予想だにしないね。すぐパーンって、パーンってなるときあるから、まあ、膝を柔らかくしてれば、今みたいになっても逃げれます。あとは、そうだね、なんかこう足をこう抜こうみたいなやっても実はあんま回らないっていうのを最近知って、ほんとタラターンにホーリーの延長線上の感じでやってあげると回ります。なんでこうあまり回そうとしたらやらない方がいいかな、回転も大事だし、だけどできるだけ板の上にいるっていう方が、今みたいに適当にやっても回っちゃう、回って乗れちゃう、だからオーリーするのと、すげえ超適当すぎるけど、まあこんな感じで
やります。ご質問はあれだ、体を開くのは良くないよ。しゃがんだ時にこうやって抜く方向に、そう、抜く方向を向くと抜きやすいんだけど体が戻んないから、戻しづらいし抜くのおかしくなるから。最初はオーリーと一緒、オーリーもこうやってやるじゃん、平行で、でオーリーのするのもまず平行に抜くからそれと一緒。ミス。今日湿度 120%。 あとはまあ本当これは乗るためのステップでもあるし、この裏、ね、両足乗るっていうこのこれ、これ、これを覚えちゃえば板の回転速くするだけで、危なっけど乗れちゃうからこれがね意外と難しいんだよね最初、まあね、難しいんだけど怖がらず、そうそうそう、怖がらず板飛ばしてやっててもあんま練習にならないから、ここから練習してった方がいいんじゃないかな。まあもうほんとスバーンって形を求めんのは、求めたら他の人見てください本当に俺はフリップ苦手なんで、スバーンってやつやりたいよね。無理だね。まあそんな感じかな、てな感じでついにやってしまった苦手ハウトゥーフリップ、苦手ハウトゥーフリップ、苦手なハウキックフリップのハウトゥー、苦手なキックフリップのハウトゥー、合ってるか日本語です。バイバイ。